ここはショートなんですが、ちょっと打ち下ろし入るんですが、いつも風が巻くので、ティーグラウンドで感じてる感じとグリーンそばの風がもう全く逆だったりするので、その距離をしっかり打つということでお願いします。まっすぐ行ったね。上げてんな、これめっちゃ上手いこといった。はい、グリーンはずっと上り傾斜受けてますね。5番ウッドじゃ大きいですかね。165、ちょっと打ってる感じ上げ気味なんで、じゃあ5番ウッドで打っちゃおうか。ボール2個ある、グリーンにすごいね。スティンガー全然逃げちゃった。大丈夫ですか？大丈夫。5番ウッドです。はい、はい、でも左の方が良さそう。右にバンカーがある。ほんま左しかもちょっとチーった。ちょいチー。 OK 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 OK。 いいとこです。 OK OK。 ちなみにあっちから打つアプローチってこう順面になるんで、ちょっと走る、はい、左からは、はい、でも走るって言ってたよね、うん、35ぐらいあるんですけど3度で。あ、ちょっとスピンがうまくかかりすぎ、ね、うますぎ。惜しい。もうちょっと大きくよかったな。止まるならば。私は速いですよね。私速いです。下りの順目なんで。いや、うまいっすよ。ウッドです。いや、うまいっすよ。グッドです。いや、自分のマークの上。上。そんな。お、狙ったら。あれください。いいな。OK です。右出ちゃってたよ。あー。バーッと持ってかれちゃうから。あれ、振りがめっちゃいい。ほら。ほら。ちょうどいい。そう。上りのすら。上りだけど、順目なんだよな。もうちょい頑張って。ゴー。でも上りの方が強かったんですね。強めの弱めの弱め。強めの弱めの弱め。もうカップ動いた。今カップ動いた。スッとね、地面動きました。なんか順目の割にはあんま転がんなかったね。ナイス。カップ動いた。ナッパ。足もな、これはボール1個、うん、右ボール1個中ぐらいの弱め。持ってかれた。出だしバタン。
ファッション。ありがとうございます。すごい微妙なところに来たかな。次、名物ホールです。メールホール、ここからもう難しいですよ。アーメンコーナーみたいな。アーメンコーナー入ります。ボギーです。出だし持ってかれた。いやパター大事ですね。ね、その後半パー3のとこ両方とも3パットしてる。あらま。今でも惜しかったよね。ね、左から速いよって言ったじゃん。うんうん。からそっか、左から準備で速いんだって言ったけど、うん、そこまでだったね。そこまでだったな。うん。まあね、ちょっと、うん、難しい。難しいね。うん、ここからアーメンコーナー。パー4、パー4、パー5。ミドルなんですけど、ちょっと打ち下ろしが入るんですが、ちょうど220あたりに池があるので、キャリーで220が必要です。で少し左にで、打ち下ろしからの少し打ち上げなので、距離感つかむのが大変なので、そこだけ注意して攻めていきます。ピンクティー。あー、麦田振り振っちゃった。超えて。あ、超えた超えた。大丈夫です。危ねえ、大丈夫です。めちゃめちゃ煽っちゃった。お。真ん中。ピンクのティーが一番やっぱ短くて、あそこで170キャリーがあれば行くんですね。右に行けば行くほど距離が必要なので、もうあそこ狙い。あそこだけ。はい。五号丸。優しい。青木丸。青木丸行きます。バンカー。木越え。そうですね。そこ狙っていっても大丈夫です。それ以上左はまずいです。まずい。はい。こんぐらいですね。やばい。普通に超えてるよ。うん、ナイス超え。ナイス。回転ショットです。いやー厳しいな。全然右行っちゃったじゃん。全然どっちもいいボールである。いやこういうこれこそ今やってる捻転の練習だわ。そうだ、ビビらない。飛ぶよ、うん、大丈夫よ。本当あればのはず、うん、行けシガエルがめっちゃ鳴いてる、ね、あ、いいじゃん、ナイス。いっけ、あ、いいじゃん、ナイス。お願い、お願い、お願い、お願い。あ、あ、鳥、なんか鳥が飛んだ。耳当たったんちゃう？嘘でしょ。行ってみましょう。右の上、上のギリギリ。また一番難しいところだ。エッジ110ヤードなんですけど、30ヤードピンク、140ヤード残りです。140、はい、一番いいところに落ちてきましたね。はい、すごいね。めっちゃいいところ。キックした。私何ヤードですか？キックしたっぽい。140、ユーティリティの5番で。ちゃんと。粘点少女。よし。やばい。大丈夫。少女って言ったことにね、後悔したのよ。バンカーに入りました。あざ。あ、噛んだ。まっすぐ行ったからよかった。おー、いいな。
2段グリーンのピン上なんですけど、ここも本当にクラちゃんの決勝でしか切らないところに切ってあるんで、5番ユーティリティの方がいいのかな。もう奥まで行ってもある程度アプローチは効きます。わかりました。とりあえずいいや、これで6番や。バンカーやめてよ。入ったよ。まあ、バンカー姉妹や。キャー、疲れて生きている気がする。残り152度。アゲンスト。うん、アプローチだな。砂に持ってかれて開いた。渡れ。入れ。お、惜しい。惜しい。曲がんないんだよね。曲がんないね。間違っちゃった。意外と曲がんないね。はい、思ったより右で出ちゃいましたね。距離バッチリ。今跳ねた。ね、跳ねちゃいましたね。オッケーですか。うん、ありがとうございます。それじゃない。あ、フックだ。ほぼまっすぐ。あるとしたらチョイスラらしい。そう、チョイスラだと思います。はい。下ってるかと思いきや、登ってるらしいです。そうなの。うん。あ、今なんかさ、跳ねたよね。あ、今なんかさ、跳ねたよね。パコパコなんかこのエアレーションのね、あ、エアレーションでね、うん、これはもう右中、はい、押したんかしら。難しいんですよこの位置。ショートパット外すとなんかこのまま次のホールに持ち越さないように切り替え。難しいんですよ。難しい。